勝利したベレーザー野田明美監督に来ていただきました。勝利おめでとうございます。激戦を制しました。ありがとうございました。改めて今日の試合を振り返って、まさにチーム力で勝った試合だと思いますが、どんな言葉で選手たちを送り出したんでしょうか。そうですね、オーストラリアのキャンベラユナイテッドさん、すごく体が大きくて、リオンもそうだったんですけど、フィジカルが強いということで、やはりそれを前面に押し出してくるチームっていうので、あと高さがあるっていうところを確認はしてたんですけど、本当に素晴らしいこう当たりとか世界基準のところでちょっと手こずった部分もあって、ただいい経験ができたのと、それに勝ち切れたというのが、うちのチームの、選手若いんで、これからに大きくなんかいい糧になってくれたらなと思って、今は素直に喜んでます。4点目が決まった瞬間は野田監督もガッツポーズをされていましたね。そうですね、即 PK だったので、とにかく90分で勝負をつけたいなと思っていて、あとチャンスを多く作りながらなかなか決めきれないっていうのがまだまだこれから課題なんですけど、ただその中で本当に90分で勝ち切りたいという思いが最後の最後まで諦めなかったところがちょっと嬉しかったですね。改めてこのクラブ同士が対戦するという大会になりましたけれども、今大会を振り返って一言お願いいたします。いや、もう何ですかね、それぞれの選手のこう貴重な経験を越したターニングポイントに、きっとサッカー人生の中のこの2試合というのはターニングポイントになると思うし、私自身も楽しかったですね。本当に楽しいいい経験で、また来年そういう挑戦権を得るためにリーグで頑張るっていうところも含めて素晴らしい大会だったし、経験できてよかったと思いました。そして今日も多くのサポーターがここナックファイブスタジアムに駆けつけました。一言サポーターにお願いします。はい、ハラハラドキドキさせましたが、無事勝ちました。3位ということで、あとは決勝戦でアイナックさんが日本の強さをまた見せてくれることを期待したと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。野田明美監督でした。